クリスマス合同イベントっていうのはものすごくやっぱ物語を動かしたことではあるよね。八幡がまだ自分が大切なものが何なのかっていうのにね、まだ理解しきってない自分がね、分かってない時っていうのに、一色いろはを生徒会長にするっていうことで、由比ヶ浜ゆいと雪の下雪乃を生徒会長にさせないっていうことをさせて、結果的に奉仕部っていう場所を守るってことにしたんだけど、後々それがね解決した後、雪の下雪乃は本当は生徒会長やりたかったんじゃないのって話になるんだけど、その後に白めぐり先輩に何気なく言われてる、私夢だったんだっていう、生徒会室に3人がいて私がたまに卒業した後顔出すのみたいな話をしてたけど、多分それが正解だよね。そう、3人で生徒会やっちゃえばよかっただけなのよ。本当は多分それが正解なんだと思う。だから八幡一色いろはが当選して雪の下雪乃が何かを諦めてしまったような顔をした時に、俺は何か間違えたんじゃないかなって、そんなことをつぶやくわけですね。まあでもここは本当にいろんなことが起きましたよね。カンだったら玉縄とヒッキーがまさかのラップバトルしてるさ。まあ玉縄くんここはロジカルシンキングに論理的に意味のわからんことをたくさんしてらっしゃったけど、個人的にここでね、あそこの3席にもうちょっといさったかな、アニメだと雪乃と八幡と、まあ要するに奉仕部3人が来てね、雪乃が玉縄たちを論破するシーンは本当に俺は好きなんだけど、お仕事ごっこがそんなに楽しい、そんなん同級生に言われたら心折れるって。これ以上私たちの時間を奪わないでもらえるかしら。初登場地の一色いろはっていうイメージがあまり良くはなかったと思うんだけど、ここのクリスマス合同イベントでね、族でヒッキーと一緒に何かをやってくっていううちに、まあ、すぐそこにあの鶴見るみちゃんが座ったりしてさ、奉仕部が元にねくっついたっていうのも大きいけど、最後成功させた時に、まあ、本物が欲しいってあの第8話の一番有名なシーン、結局3人でねこれをしっかり成功させることにもなって、ものすごく大きいと思ってる人も多いけど、まあ、実際大きいんだけど、これはどっちかっていうと一色いろはと八幡の関係の成長をしっかり見るべきだなと思ってて、クリスマス報道イベントはてより一色いろは自身かもしれない。八幡は特に何かしたかっていうと、その奉仕部に対しての気持ちの現れが強くなっていっただけだから、一色いろはが八幡と何かをしていくうちに生徒会ともうまくやっていけるようになってきたし、自分に足りないものっていうのをだんだん自覚するのがこのクリスマス合同イベントだったと思うので、石井いろはにとって初めての仕事かな、生徒会長としての。でこれコメント欄 LINE でもね、ちょっといろはの話になったので LINE でもかなり聞かれたので、ちょっと答えておきましょうかね。いろはが八幡のこと好きだったのかっていうのをめちゃくちゃ聞かれるんだけど、俺はそれは違うんじゃないかな、好きって言ったらちょっとそうなのかもしれないけど、恋愛対象としては違うと思うんですよ。僕は第8話で、族の第8話で扉越しだったけど、あの本物が欲しいのくだりを聞いてしまったことによって、八幡の本音を知ってね、自分の今までの上辺の恋愛感情を改めるきっかけになったと思うんですよ、あれが。だからこそその次のディズニーランド行った時ね、第9話で振られると分かっていてもダメ元で葉山に告白をして自分なりにけじめをつけたんですね。だから八幡に、お前今告ってもダメなの分かってただろう、なんでこんなことしたんだよ、らしくもないみたいなことを言われた時に、私も本物が欲しくなったんですって答えるんですね。だから確実に八幡はいろはにとって間違いなく尊敬する、本物が欲しいと思わせてくれたきっかけの人物なんですね。だから恋愛感情として好きかっていうと、なんかちょっと違うんじゃないとは思います。一人寂しいね。もう一人二人ぐらい一緒に来たかったな、ここは。うん、なんかだってここいるとさ、ここ夕方になってきても暗くなってきたら、そこの入り口からさ、雪乃とゆいと八幡入ってきそうだもん。玉名がほんで、お、これは初めて見るニューフェイスだねって言い出しそうだもん。それ何回初めて見ちゃってんだよって。いつかね、総武高校も入りたいね。その学生が終わっちゃったからもうどうしようもないんだけどさ、ついでに言っとこう。んで、一色いろはを告白して実際に葉山振ったじゃないですか。振って葉山は八幡にこう言いますよね、いろはには悪いことしたなって。で、八幡はそんなこと思うなら付き合えばよかっただろうみたいな話をして、俺はお前が思ってるほどいいやつじゃないって言うんです。雪の下雪乃と葉山っていろいろ過去にあったんですね。実は小学生の頃に孤立していた雪の下雪乃を葉山は助けようとするんですけど、まあ、葉山ですからもう本当にいろんな女性から好まれてますよ。多分立場上葉山も仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、結果的に中途半端に雪乃に踏み込んだことによって、かえって雪乃をね孤立させることになってしまったんですね、葉山は。だから春乃は葉山を恨んでるんです。菅の何話かはちょっと忘れちゃったけど、葉山は春乃さんに聞きますよね、まだ恨んでるのって、憎んでるのだから。それを考え出すと、その2人の過去を考え出すと面白くって、千葉村の時に鶴見るみちゃん の周りの人間関係をどうこうしようっていう話を夜にしてた時に、葉山がね何か案を出した時に、雪乃は一瞬で拒否するじゃないですか、あなたにはできないわ、そうだったでしょって言うんですね、雪乃は。まるでその時見てた人にとっては、昼間の助け方を見て、あ確かにまあちょっとあれ違かったよねみたいな感じに聞こえるかもしれないけど、雪乃と葉山の中ではそれはもっと過去の話をしてたんですね。小学校の頃の自分に対して、あなたは今のように助けようとしたけど、葉山くん無理だったでしょっていうのをあの一言で伝えてたんですね。っていうその2人の過去の小学校の頃とかの話を分かって、
もう一回それを理解した上で千葉村編見るとものすごく面白いです。だからあそこで葉山がね、八幡の方法で結局鶴見る海の問題を解決した後に葉山の八幡のちょっとまあいい方法って言ったらいい方法じゃない、あの方法でね、八幡と葉山が花火の時に話すじゃないですか。その時に葉山はこう言います。昔のことを思い出した、何もできなかった昔のことをって言います。つまり小学生の頃のことを思い出してしまってたんですね。踏み込んだだけで何もできなかったっていうあの時を。まあそんな感じですね。いろはから始まってそれに関連した葉山、そしてその葉山の過去、その過去を知ると葉山が時折八幡に言う俺は君が思っていることいいやつじゃないっていうセリフの意味がだんだん分かってくるんですね。だからこそ八幡に葉山は君は中途半端に踏み込むべきじゃない、そんな言葉を噛んでは投げかけるんですね。これさ、聖地で場所場所でその場所その場所その場所で撮ってるからさ、何について話したかもう分かんなくなってきちゃうのこれ。あれもうこのことさっき話ん？あれこれまだ話してないよね、あれ待って、あそこでもうこの話したわみたいな。成立するといいけど。そうな、一応喋っとくか。キャラの内面の話じゃなくって自分がどう思ってたかってこと話したよね。やっぱり俺自身もまあこんな顔だしこんなルックスだから、葉山みたいにそんな女性からモテることっていうのは告白ぐらいはされたことあるけど、そんなモテモテだったっていう時期はもちろんないから、葉山の立場っていうのとかね、雪乃の立場っていうのは本当に理解しがたいものかもしれないけど、持つものゆえの苦悩っていうのは、葉山がだから俺は過去にその雪乃を助けられなかったことも悪ではないと思うし、仕方のないことなんだと思いますよ。でもやっぱりそれでもう真横でね、あまり好きではない引き貝八幡っていうね、自分と対照的な人がね、自分にできなかったことを簡単に成し遂げていっちゃうわけですから、自分を犠牲にする方法で雪乃を助けていっちゃうわけだから、それは見てていい気分はしないよなって思いますね。自分だったらもう筆記を嫌いになるっていうか、やっぱライバル視はすると思うし、ものすごく嫉妬しちゃうと思います。もうおそらく結構もうみんな見てる方も気づいてらっしゃる方多いと思うけど、多分葉山の好きなイニシャル Y って雪乃のことだし、あまり描かれてないだけで、もし仮に葉山が雪乃のことを本当に好きなんだとしたら、助けられない過去を持ってる上で結と同レベルに切ないキャラクター設定になってるんじゃないかなと思います。どう考えても Y って雪乃だけどね、由比ヶ浜ではないと思うし、かといって由美子でもないと思うし、三浦由美子でもないと思うし、まあそれがワンチャン材木座あるかもしれんね。材木座よしてる Why? あ、それしかない、それしかないまではそれある。まあ結局そしてカンでもここは登場しましたので、まあ、ダミープロムだったけど、まあ結局成功したからね、結局ちゃんと最終話には行ってますので、かなり物語が動いてキーとなった場所ではないでしょうか、この三浜コミュニティセンターの会議室、集会室。そんなわけで以上、クリスマス合同イベントだったりダミープロムだったり、本当にいろんなことが行われた集会室からでございました。だから君の意見はダメだよ。